どうも皆さん、マルチゲームクラウンホームの黒と申します。ということで、アンラベル続きをプレイしていきたいと思います。そういうことで、今回はこちら山々を歩くということでやっていきましょう。さあ、やってまいりました。八さんかな。木のやつをさ、持ってくるかと思って違ったっけ。うわー、無理だ。木を持ってけないし。あー、オッケーオッケー、石を持ってくる。なんかありそう。ここで多分結びつける、ね、何もないなら。動かしてこう。で、届くんじゃない？ OK、OK、OK。 OK、ここでもう一回欲しいと。あれだね、山々歩くってことはピクニックか何かに来たのかな。よいしょ。あ、ブラ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 。 OK。 おー、すごい、かわいい。見てこの歩き方、超かわいいんだけど。いいな、俺自分で作ろうかな。これくらいだったら作れちゃうからな。この毛糸使って、あっ、ちっ、うわー、うぃー、うぃー、あっ、しみしみしみ、にあるんだよな。ここが限界か。いける。さあ、登って登って。ジャンプで取る。オッケー。もう一回。あ、これであれだわ。降りてくる。
オッケーオッケー、よし回収。なんだろう、キノコが、キノコちょっとずつ動いてるけど、なんだろうこれ取れるかな。取れる気配はなさそう。あ、結びつけた。なんだろう、この記録超気になるな。なんも、なんも、うわあ、ちょっと待って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 、怖い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 、あぶねえ、盛大な音楽。オッケーオッケーオッケー、待って待って、よっ、オッケーオッケー、あー焦った、マジで超びっくりした今。出待ちか、半端ないだろお前それは。あーいっ、ちょっと待って、どうしよう、あれじゃん、もう置いてって、ほらほら、下がれ下がれ、下がるんだよ、よし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 、オッケーオッケーオッケー、こっちにはキノコの方しか効かないんだよ。あ、オッケーオッケーオッケー、いけいけいけ、あら、これはまた陽気な船の旅だ。そう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 。何？魚？なんか背中についてるよ。いけー！楽しい！進めー！オッケーオッケーオッケー。到着。もう一回。うえー！かっこいい。よかったねー。食べられなくて。下のやつだけど、さあどう取りに行けるのかな。そうだな、まずここは多分結びじゃん、ここ結びます、で上行くでしょ、これ持てる、オッケーオッケー、で、違う、これを外して、待って待って待って待
あ、いや、ここで結んじゃえば道ができる、もう一回。そんなことない。あ、できてるね、そうだよね。ちょっと、ちょっと、言うことを聞きなさい。違う。これまた順番が違うぞ。まず、まずだ。まずここと、ここくっつけるでしょ。そしたらここくっつければいいじゃん。あー、雲がいる、気持ち悪い。そうすれば、オッケーオッケーオッケー、橋が2本できるよね。多分重りとして使うんだけど、一回ちょっと補充しとこう。あ、わかった。こうだ。オッケーオッケー。これでもう一回こっちに落とせばいけるね。オッケー。あー、そしたらこれは結ばなきゃいけないね。順調じゃない、順調じゃない。待って、順調って言ったそばから走れ。あー、食べられる。おい、いやー、ちょっと待って、ごめん、さっき怒ったの、ごめん。うわー、はい、食べられる、走って、うっ、ガッチャン。危ねー、マジ焦った今。あー、よかった。うわー、また分かりづらい。あ、待って、左のこれは取れそうかな。まずここで結ぶでしょ。で、ちょっと、あれ、そういけない？あ、大丈夫か。よいしょ、これでいくでしょ。これどうやったら取れるの？止まっちゃってるもんね。上にはもうすんなりいけちゃうのか。ちょっと聞いてもらえばちゃんと上にはすんなりいけるとなるとだ。何かできるわけでもないし、多分こことここ結んだらそこのここへ行く道ができるだけだから、バケツ、
したらもうすんなりこうすんなりちゃっちゃっちゃと。2個取れなくてもしゃあない。どの道全部取るつもりはないし。OK。 えっ、まさかの足りない。全カットだね今。あ、なんか楽しそうだけど、なんだろう。何に使うのこれ。落としたら大丈夫か。落としちゃダメとかだったら罪だよマジで。わかったわ。あれダメだ。あの毛糸と上のやつ結ぶんだ。ちょっと一回しの。意味かった意味がわかった。これを。結ぶんだ。で、そしたらこれをおし、なんで押せないの。さっきあんだけすんなり押したのに、なんでだ、なんで押せないんだよ。うっかっかっかっ、どういうこと。あ、お、俺が死ぬ。おかしいだろ。え、あ、え、ちょっと待って、なんでさっきと何が違うのそれ。いやいや、これじゃあさ、先に、おいおい、登ってくれ。じゃあいいよ、これできるね。なぜ足を滑らしたのだ。よいしょ。なぜ、よし。よいしょ。はい、オッケー。マキトッティの。めちゃめちゃ天気がいいね。
か下にありそうだけどさ。あ、待って、どういうことだ。あ、あああ、いやでも下はあれだわ、湖というか川か、これじゃ上だ。これじゃ、じゃ作れないんだな。あ、違う。なんか袋が引っかかってる。おー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 、なんかさ、バグってさ、バグって足元あるのに、足元あるのにないことになってる、意味わかんねえ。おい、さっきと結果は一緒、一緒。オッケー。制作作るの雑か。あー、いいじゃん。すごーい、綺麗だね。あ、危な。絶対今多分、絶対あそこで止まったら死んでたわ。オッケーオッケー。あれ止まった。何が落ちてる？蝶々かな？うおー、すごーい。そっくり。イエーイ。お、あれかね、実績解除だね。よいしょ。なるほど、エンター。はい、山々を歩く。どうしてでしょう、この空は随分と高いみたいです。息をするのも一苦労。自分を失ってしまいそうだけど、入手ないわけがありません。だってここが故郷なんですから。なるほど、いいこと言うじゃないですか。オッケー。そうだね。次、レールを外れてということでやっていきたいと思います。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回もお楽しみ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。